発端となったのは岸田総理のこの発言でした。宏池会を解散することを検討しております。突然派閥の解散に言及。翌日には二階派も解散を表明しました。岸田さんの政治的な方向に何でも追随していくというわけでもありませんし、我々の判断です。さらに自民党の最大派閥である安倍派も半世紀の歴史に幕を下ろすことを決めています。安倍元総理を慕って我々活動しておりましたし、亡くなってからも安倍派を名乗らせていただいたということは大変ありがたいことだったと。その中で安倍さんに本当にこうした事態になったこと大変申し訳ないというふうに思っております。自民党内にある6つの派閥のうち3つが解散するという前代未聞の事態。一方、麻生派と茂木派は解散については慎重な姿勢を示しています。こうした中、岸田総理を一貫して支えてきた麻生副総裁は昨日夜、岸田総理と二人きりでおよそ2時間にわたり会談。関係者によると政治資金をめぐる政治刷新本部の議論の進め方や派閥をめぐるルール作りについて協議したということです。 ANN が行った世論調査では、岸田内閣の支持率は政権発足以降最低の 20.4%、 支持しないと答えた人は 61.3% となっています。岸田総理は岸田派の解散を表明しましたが、こちらは ANN の最新の世論調査です。調査はこの週末ご覧の方法で行いました。岸田政権の最新の支持率は、岸田内閣を支持すると答えた人は先月より 0.9 ポイント減り 20.4% で、政権発足以降最低となりました。支持しないは 61.3% でした。この支持率の低下ですが、どう分析しますか？はい、この間一貫して低下の傾向にあります、はい。やはり岸田さんが言う具体的な取り組みとか改革案というのが、一つもですね、国民に響いてない、そういうことを物語っていると思います、ね。岸田派を解散するというのも支持率を上げる効果なかったということですね。そうですね、直近の世論調査の結果を見てみると、はい、そのようには国民は受け取ってないと考えられそうですね、はい。そしてやはりこれは国民に信頼されていないことの表れですか？もう全くそうだと思います。この間経済対策を打ち出すとかですね、いろいろあったわけですね。政治と金の問題が表面化する前からいろんなことを岸田さん打ち出してきました。でもそれであるにもかかわらず一貫して、支持率改善していないということは、国民は岸田さんの提案とこういうのですね、額面通り受け取っていないか、あるいは言っていることというのはあんまり信用できないな、期待できないなと思っているか、そういうことじゃないかと思います。そして今回の問題は、この派閥を解消したからといって、解決したわけではないというのが伝わっていると考えていいんですか？そうですね、どこまで国民が十分理解できているかってちょっとよく分かりませんが、はい、その派閥の解散というものが政治と金の問題の解決に直接関係すると、その問題の解決に資するというふうには捉えてないんじゃないでしょうか。つまり政治と金の問題に関してはこれ大問題だということですね、他社の世論調査含めて見てみても国民捉えてます。でだけれども、この派閥の解散があった直後の世論調査なので、はい、ちょっとどの程度ですね、それを咀嚼した上で、その回答に反映されているかというのはよく分かりませんが、十分問題解決には貢献しないと捉えているということじゃないでしょうか。そして自民党では岸田派だけでなく3つの派閥が解散を表明しています。
先週金曜日、岸田総理は政治の信頼回復のために岸田派を解散するということを申し上げたと岸田派解散を表明しました。その後の各派閥の反応は、安倍派、岸田派、二階派は解散を表明、そして麻生派、茂木派、森山派は解散に慎重な姿勢を見せています。解散は3派閥ということですが、この先についてはどう見ますか？そうですね、なぜ派閥 の、 その解散というのが岸田さんから表明されたのか、そもそもそのこと自体がよくわからないということもあります、はい、というのもですね、派閥というのは何か法で定められた組織ではありません。ということは、この派閥を解散すると一体どういう意味なんだろうということなんですね。というのも、派閥には、言ってみれば人とお金とそれから組織、何なら事務所があるといったものです、はい、ここで言われている派閥の解散というのは、それらをすべて清算するということなのかどうか、これぜひですね、アベンマ、それから ANN の政治記者の皆さん調べていただきたいと思うんですけど、例えば不動産引き払ったのかとか、そこで雇用してた事務局の人とかどうなっちゃったのかとかですね、そういうの知りたいなと思います、はい、それはそれとして、解散表明するといったことです。でこれポイントは岸田派が言い始めたということなんですね、はい、で岸田派総裁派閥、ただし岸田さんも派閥辞めたはずじゃなかったかとかですね、なぜ辞めたはずの派閥の解散を言えるのかとかですね、よく分かんないんですけど、しかし、岸田派の解散をですね、率先して言い出すことで、自分たちは改革のイメージというのを打ち出すことができると、でそれであるのと同時に、岸田さんですね、この間安倍派と対立してきました。筆頭派閥安倍派ですね、100人近く、国会議員がいて、なかなか岸田さんの思う通り政策進めることができませんでした。といった時に、今回結局不起訴に終わりましたが、はい、安倍派にはたくさんのですね、この政治と金の疑惑というのが噴出しているわけですね。で、自分たちは解散して、改革するイメージを打ち出す。で、なるほどと、選挙も近いなということで、そこについていく派閥と、いやいや結局そこには人とお金があっていろんな理屈があるんだから、それから派閥も必要かもしれないということで残していこうというグループに分かれたということじゃないでしょうか。これ派閥のこれまでの役割の担い方、例えば政策集団としての勉強会だったり、総裁を選ぶといったこと、この先どうなっていくのでしょうか。そうですね、先ほどちょっと申し上げた話と重なるんですが、人、物、金、組織というのがどの程度解散されるのかってことですよね、はい、で政治を行う上でやっぱり何らかのグループっていうのは必要、いるんだと思います。つまり自民党大きくって数百人の集団ですから、数百人の意思をですね、まとめると、これなかなか大変ですね。なので小集団ごとで意思決定をして、最終的に自民党の意思決定をする、これ大変合理的です。この合理性を破ってですね、こういう小グループを解散してしまうというのはちょっと難しいんじゃないかという気がしますね。で実際ですね、この自民党の中に無派閥の議員の人たちもいます。70人ぐらいですね、はい、でその人たちの間で新しいグループができたりだとか、なんか連絡会を作ってみましたとか、それから若手中堅の方がグループの立ち上げを表明してみたりという動きも出てきています。なので、今政治家の問題を解決するということで派閥を解散するということが改革のように見えてますけど、これ全然違うということは改めて思い起こされるべきじゃないでしょうか、はい、そしてこれまで立憲された議員ですが、池田義孝衆議院議員はおよそ4800万円のキックバックを受けていたにもかかわらず、収支報告書に嘘の記載をした疑いで逮捕されました。また大野康忠参院議員、谷川弥一衆院議員はそれぞれ在宅起訴、略式起訴されています。安倍派幹部の処分は全員不起訴となりました。安倍派の幹部は立件なしという判断についてはどう見ますか。そうですね、我々の直感には反するんですが、はい、起訴というのはですね、総合的に事情を判断して起訴と行われていくんですね。なのでわからないんですよ。で直感的には、それから一般論で申し上げると、会計責任者の不祥事と、それから議員本人のですね、例えば共謀とか、はい、一緒に何かやっていたということをですね、明示するような証拠が十分出てきていないと、そのことによって公判に耐えられないという判断がなされたのではないかという気がします。ただしこれは法的な問題と道義的な問題は別ですから、有権者はいやいやこんなの全然説明されてないというふうにですね、怒りを表明していいわけですね、はい、なので僕はこの問題は切り分けて考えるべきだと考えています。十分説明されると思わないですよね。
ね、うん、はい、だから有権者としては、まあ、その道義的な問題で起こるところは起こった方がいい。そうです。それから、あ、まあ、過去の政治家の事件を見てもですね、まあ、このあと別の角度からアプローチしていって別の法律で例えば脱税等の問題で摘発されたというケースもあります、はい、これ東京佐川急便事件なんかが代表例ですね。なので、まあ十分に調べが尽くされてないと、まあ、じゃないか、あ、そういうことをですね国民は言っていってもいいと思うんですね、はい、政治資金事件を受け安倍派岸田派二階派は派閥を解散することを決めました。最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。これを機にチャンネル登録もお願いします。